にちは皆さん、いつもご覧いただきありがとうございます。今回は11月に咲いてる花の紹介です。最後まで見ていただけるととても嬉しく思いますので、よろしくお願いします。深まる秋に鮮やかな黄色を添えるつわぶき。その花びらはまるで日だまりのよう。暗い場所でも元気に育つ姿が、控えめながら力強い存在感を放っています。赤い実が印象的な植物です。その名には難を転じるという縁起の良さが込められています。お正月の飾りにも使われる。その姿は日本の伝統を彩ります。緑の葉に生える真っ赤な実。ピラカンサスはその鮮やかな色合いで冬の庭をにぎやかにします。鳥たちにとっても実りの季節のごちそうです。星形の小さな花が集まり、カラフルな花束のように咲くペンタス。夏から秋にかけて長く楽しめるその花は、庭やベランダを明るく彩ります。こちらでも野鳥がたくさん飛び交っていました。堂々とした背丈に咲き誇る皇帝ダリア。冬の寒さにも負けないその大輪は、まるで高貴な皇帝のように周囲を圧倒します。薄い花びらは朝日に輝き、夕暮れにはシルエットが美しく浮かび上がります。育てる手間は少しだけかかりますが、咲いた時の感動はひとしお。まさに秋から冬の風景を一変させる庭の主役です。
その名の通りライオンの耳を思わせるユニークな鼻姿。鮮やかなオレンジの花が遠くからでも目を引きます。ほのかな黄色が冬の日差しに映えて、見る人の心を温かくしてくれます。優雅に垂れ下がる大きな花、エンゼルストランペット。そのかぐわしい香りは夜になると一層引き立ち、庭を幻想的な雰囲気に包みます。小さな球状の花が特徴的な千日紅は、その名前の通り千日続くような花持ちの良さが魅力です。ドライフラワーにしても美しさを楽しめます。燃えるような赤やオレンジの色合いが印象的な系統。その形はまるで炎のようで、秋の庭に情熱を添えます。